さてと。まずはおめでとうと言っておく。主より三次の言葉をいただくとは。家宝にしろ囚人。美学を共有する仲間と出会い、お前は現実に自分の居場所を見出した。いよいよだ、お前の更生が始まる。今のお前になら話してやれる。お前には特別な素養がある。だが素養は磨かれて初めて力となる。今はまだ弱い。それを養い、来たるべき破滅に抗いうる強さを得ること、それがお前に課す公正だ。破滅に抗う力を得る術はいくつかある。シャドウと戦い経験を積むことも一つ、先に教えた合体もその一つだ。主がお前を手引きするのならだ、囚人。僭越ながら私たちからも助言を。お前が現実を過ごす合間に契約した者との関係を洗練させろ。契約した者と同じ時を過ごす、それが関係の洗練につながるのです。ダミーを貪る暇ができたら契約者を訪ねろ、囚人。それもまた主がおっしゃった破滅に抗いうる強さを得る術です。同志たちとの契約でお前の心は着実に抗う力をつけている。更生は順調なようだ。実に喜ばしい。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層更生に励むがいい。期待している。よし。刻限です。つかの間の休憩時間へと戻りなさい。契約者を訪ねることを忘れるなよ、囚人。